共犯者は、松本清張の短編小説。週刊読売1956年11月18日号に、掲載、1957年2月に、森王外、松本清張集収録の一編として刊行された。1958年に、大英で映画化、また6度テレビドラマ化されている。内堀彦介は15年間、食器具の外交員として、 全国を回る貧乏な生活を送っていたが、今では膨大な財産を持っている。その資金は、実は、年下の出機販売外交員、町田竹春と組んで銀行強盗を働き、奪ったものであった。二度と会わない、連絡を取らないと、町田と約束し合って別れたものの、内堀は、かつての共犯者から脅迫されるのではないかという、疑念に苛まれる。 制作を始めた内堀だったが、敵は思わぬ場所から出現した。1958年10月22日に公開。制作は大英東京、配給は大英。他1960年1月2日、富士テレビ系列のスリラー劇場は国手放映。1962年4月26日と4月27日、NHK の松本成長シリーズ。 黒の組曲は国手放映。1964年6月24日、日本テレビ系列で、プロ野球中継の雨傘番組として編成された、トヨタ水曜サスペンス内で放映。松本清長の共犯者。1983年3月5日、TBS 系列のザ・サスペンスは国手放映。視聴率16.1%。DVD 化されている。 松本成長スペシャル共犯者2006年5月9日日本テレビ系列のドラマコンプレックスは国手放映主人公共犯者ともに女性の設定 DVD 化されている松本成長特別企画共犯者2015年9月30日テレビ東京系列のスペシャルドラマとして放映ありがとうございます